小林さんのようにはいかないな。トランプ二人でもう飽きた。そうね、二人だからね。にょい。罪の重さや責任をきちんと取り扱うこと。子供はまだそれを学んでる最中なんだよ。さっさと分別のない無責任な子供に戻るがいいさ。二人会ってさ。僕もできたよ。寒そうだったから布団になってあげようかと。使い魔として。さてと。どうしたの翔太くん、着てみたよ。プレゼントありがとう。くそ、次だ。ありがとう。僕の一番嫌なことはね、居場所をなくすことだよ。でも居場所を持たないと思っていた子が居場所を見つけてね。君は言ってくれたじゃないか、僕にここにいてくれって。その一言がとても嬉しかったんだよ。僕はすごい使い魔で、一目見れば君のことはわかる。お前の力を貸せ。なになに。こう見えて僕も結構多忙でね。悪いけど他当たって。これ漫画だ。漫画？なぜ？君が？君が描くのかい？絵のモデル？なんか緊張するな。いや、ちょっと待って。こうかな。苦しい。終わった。いい感じに描いてくれたかな。なぜそんな追い詰められた顔になる。僕も本を出したいな。君のスペースで出させてよ。なはん。大丈夫かな。もう少し頑張ってみます。おお、やったね翔太くん。どうやったのさ。消化にいいものを食べさせたり、頭を冷やしたり、汗を拭いたりしてあげるといいよ。3人目にならないとそれっぽい答えが出ないあたり、私の交友関係って。